ジュリをザ・タイガースにスカウトしたのはサリー、タロー、それともトッポ？こちら5月11日文芸春秋デジタルの記事から、よみがえるウループサウンズ岸辺一徳、森本太郎、近田春夫。冒頭、近田春夫さんにザ・タイガースはどういういきさつで結成されたんですかというふうに質問されたんですね。そうするとサリー、岸辺一徳さんがですね、京都の河原町にあったディスコのステージで別のバンドのボーカルとして歌っていた沢田の出番が終わってから、僕と太郎が声をかけて立ち話をしたんじゃなかったというふうにおっしゃっているんですね。そうすると太郎さんは、いや、近くの深夜喫茶に連れて行ってそこで説得したんだよというふうにおっしゃられている。で、トッポ、加橋克実さんは自分がスカウトしたというふうに言っているということで、じゃあジュリーご自身はどう思ってるかというと、サリーと太郎に声をかけられたというふうに思っているということなんですね。さあ、本当のことを話しているのは誰でしょうかということで、太郎さんはジュリーの言ったことを正解にしようというふうにおっしゃっておりますけども、こちらの文芸春秋デジタルの記事は有料となっておりますが、沢田研さんのスカウト記事に関しては無料で公開されております。ぜひチェックしてみてください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。